こんにちは天売アカデミー堀秀夫です今日は「脱社畜宣言好きなことだけで生きていく」ということについてですねちょっとシェアしたいと思います。まあ、堀江衛門が先月好きなことだけで生きていくというね、えー、本を出しまして、まあ、これに近いことはいつも言ってるんですけどね、まあ、最近これをシェアしてたりあるいは、えー、ちょっとね私がそういうことを気にしてるせいか、えー、目につくんでちょっとね アマゾンの本なんかを見てみたら、他にも好きなことだけして生きていくというね、えー、本を書いてる方もいらっしゃいますし、堀江門の場合はね、本音で生きるとか、あるいはね、えー、あえてレールから外れる、まあ、全ての教育は洗脳であると。君はどこにでも行けると。やっぱりね、えーその 社会のシステムに洗脳されたらね、えー、家畜と一緒だというようなことをね、まあ、そのまま言ってるのか、いろいろね、えー、周りから責めていってるのか分かりませんけど、まあ、両方でしょうね。ということで盛んにそういうのを言って、そういうのを言うホリエモンを見る機会が多いということは、まあ、そういう需要は非常にあるのかなという気がします。で、結局、まあ、好きなことだけしてね、生きていけるわけないというようなね、 いわゆる大人の人はおっしゃいますけど、まあ、実際問題、ね、えー、好きなことをしないで嫌々、えー、とか、大して好きでもないのにやっていくというのはですね、まあ、実は非常に危険なことだと。まあ、何よりやってて楽しくない、まあ、つまらない。そして、えー、何かの分野で、ねえー、好きでやってる人がいますのでね、その人にはまあ勝てっこないと。ね、や,いや,いや ああ、また残業だねというような気持ちで働いててね。かたややっててそれが楽しくてしょうがないという方がいるわけですから、まあ勝負したらね、楽しくてしょうがないっていう人に勝てるわけないですね。例えば、日本電産のね、永森社長、まあ、いきなりね、まあ、でかいすごい人と比較するのもなんかと思いますけど、まあ、中途半端なね、えー、細かい人だと言ったところで誰もわかんないんで、でかい人を例え出すと、 あの方は仕事が好きで好きでしょうがないと。ね。ゴルフなんか苦痛でしょうがないと。ね。えー、飯をゆっくり食うとかバカのやることだというようなことでもう働くのが好きで好きでしょうがないわけですね。でそんな方がね、会社を買って、まあ自分のね、えー、その、好きで、仕事が好きで好きでしょうがないという、その、えー、熱をね、社員に分け与えて働いてますから、まあ次から次へとね、会社を買って、 嫌々や,やってた人をね、なんとか好きでやると。まあ、むしろね、好きにならなきゃついていけないという状態にして、え次から次へと会社をでかくして、赤字だったもの黒字にして、どん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 その長森帝国をね、えー、大きくしていってます。まあ、そういう会社がある一方でね、えー、旧財閥系、あるいはね、大企業だった会社は見る影もないと。ねえー 東芝クラスの大企業でも仕事が好きじゃないと給料もらうの好きじゃない好きだけどね仕事は好きじゃないという程度の人が運営してるとやっぱりね、えー、没落していくというようなことですよね大きく言えばそういうことですしそんな大きな話は関係ないねとね思うこともあるかと思うんですけど逆ですねそんだけ大きくたって、えー、勝負が好きな人には勝て,る勝てないわけですから えー、ましてやちっちゃい、あるいは個人レベルだとね、えー、好きなことをやってなきゃ、まず勝てないです。勝てないってことは稼げない。ね。そうするとね、えー、外へ出ても、えー、一生稼げないから、社畜のまま一生終えると。そんなの家畜と一緒じゃないかというね、エレン・イーガーの言葉ってあれ、もうほんとね、えー、そういう社畜のね、歌を作ったりとか、えー、裏ストーリーでそれっぽい話をやってるんでね。 やっぱそういうのがね、非常にあの作者は好きというか気になるんでしょうね。で、今やってけたとしてもね、100年壊されなかった壁が今日壊せない保証なんかどこにもないのにと。もうまさにね、えー、東芝を見てるようですね。まあ、そういうことがありますんでね、やっぱり世の中何があるかわからない。まあ、何があるかわからないというか、少なくとも日本はね、安泰でいる可能性のが非常に低いと。ね 稼がなくなっちゃった老人ばっかりになってね、医療費だのね、社会保険料、社会保障費ばっかり増えてどうなるんだと、ね。いやいや、大丈夫だって国が大丈夫と言ってるもんっていうのはね、も,うもはや社畜というか国畜以外の何者でもないんで、まあ、自分で稼げる力をつけて、自由になろうという大それたことを考えずにもですね、少なくとも生きていくように、ね、生きていける何があってもというよりも、 些細な、えー、ハプニングで、ね、死なないように、えー、自分で稼げる力をつけといた方がいいと思います。